アフタートーク。はい、ポイントオブデューアフタートーク、7月10日の放送が終了しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日ははい、ですね、ワンちゃんの話題でしたね。そうでした。はい、オータワの方の、うん、企業さんの話、うんうん、の企業が載ってたんですけど、ペット同伴の出勤 OK っていう、ペットを連れて出勤していいですよっていう企業が最近増えてきてますっていう、そういう、そうですね、ニュースを、カナダネタをお送りしました。うん、うん、いや、これコロナがあったから、うん、これだけ大きくなんか環境が変わってきた一つのいい例じゃないですかね。ね、うん、なんか生活スタイルが大きくさ、うん、やっぱり変わってきたからこういう対応になってきたっていうのもある気がするよね。ね、なんか在宅ワークが増えて、うん、それでまあペットを飼う人も増えたっていうのもあるし、うんうん、でそのまあ在宅中にこう犬がいても働ける環境がこう出来上がってた、うんうんうん、出来上がったけど、うん、また出勤、再出勤、出勤してくださいっていうのを再開されたら、うんうんうん、飼い主さんも困惑するし、犬もきっとストレスなんじゃないかっていうので、うん、そういう考慮があって犬と一緒に出勤していいですよっていう、うん、会社がさんが増えてるみたいですよ、ね、うん、そう思うとワンちゃんの気持ちまで考慮する会社が出てきたっていうのはね、変化だと思うよね。そう、うん、なんかその犬、工業デザインのしてるその、うんうんうん、この会社さん、ダングステンコラボレーティブっていう会社さんは、うんうんうん、なんかもうちゃんとウェブサイトちゃんと紹介してて、うん、その 犬たちのその役職、うん、ちゃんとあって指揮工場責任者っていうめっちゃかっこいい方がすごいよね。ねで、特技はストレス管理、うん、顧客との関係づくり、うん、でリノベー当社の優れたリノベーションはこの犬たちと長い散歩中に生まれたものであるっていう。そう思ったら給料なくして働いてくれちゃうね。給料は時給発生労働基準法的にはどうなの。確かに犬には適用されへんのか。確かに確かに。めっちゃ働かされてます。ほんまやね。そう。でもあれよ、机の下の役員室で、うん、デスクの下の役員室で、うん、昼寝をし、廊下でボールを追いかけた。あ、なるほど、よかったです。してるらしい。そっか。うん。人間サボってたら。犬にポジション取られるよ。ほんま役立ってるからね。いやー、でもほんと和やかになるだろうね、うん、空気がなんか丸くなりそう、ね、ほんとほんと、うん、でもなんかジョークのようで本当にこういう効果は本当にある、うん、いや、ありるよね。すごい、うん、思いますよね。和んだりしてる中でいいアイディアだったり、うんね、環境が良くなったら、うん、空気が良くなったら、うん、社員ね同士の会話も弾んだりね、うん、それもワンちゃんきっと賢いやろしね。うん、いや、賢いですよ。待ってたりとかできるだろうし、うん、うん、でまあそのいろいろその気をつけるべきポイントっていうのもまあありますよっていうのはまあもちろんかかる、ね、そうですね、うん、そうみんながみんなね、なっちゃん大丈夫なわけじゃないですか、ね、そうリードをつけるとか、うん、衛生管理はちゃんとするとか、うん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 、そういうのはあるみたいですけどね。うん、うん、そっ
あ、そっか。ね。でも本当、そう、確かにね、なんか動物のとの距離がね、うん、あの自然との距離がカナダは近いから、うん、ね。動物が人間の下じゃないよね。ね、同じ。うん、ファミリーメンファメン、うん、ファミリーメンバーというか、うん、うん、ちゃんとね、同じ目線で考えてる感じ、野生動物ばかりでなくちゃんとね、家のね、うんうん、飼い犬飼い猫もきっとね、いろんなあのなんやろ、生活スタイルがあるだろうから、うん、本当そうですよね。そんなあの素敵なニュースを、はいはい、お届けしました。日本でもねできたらいいですよね。うんね、なんかどっか探したらありそうやんね、うん、きっとね。でもさ、あのご当地とか行ったら、なんていうの、あのお城の猫ちゃんとかさ、なんか看板犬とか看板猫そうと、車掌さんやってる、ね、車掌車掌さん、うん、車掌ね、やってる猫とかいるよね、うん、最後まで言えへんかった。そういうちゃんと役職をもらってるさ、ね、うん、動物ちゃんたちもいるから、いっぱいいるいっぱいいる。ね、うん、いいですね、うん、ちゃんとこの保護動物保護団体があのこういうドッグフレンドリーな会社、あ、認定してくれてたりするので、うんうんうん、またそういう認定制度ができるとね、いろんな会社もそういうの取り入れやすくするんじゃないですか。いいですね、うん、いいですね、ドッグフレンドリー、うん、いいですね、ね、まあ、こうやってどん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 新しくなっていくんでしょうね、うん、ね、ね、いろんなあり方が、うん、とってもいいなと思って、はい、はい、お届けしました。で今日は、ウィリアム・プリンスさんという方の、うん、こちらもカナダの方ですね、うん、の曲をお送りしました。はい。はい。年始ぐらいからというか、まあ、この番組でも結構あのファーストネーションの方の、うんうん、先住民の方の話題を何個か取り上げてきたと思う、うん、来たんですけど、あのこのウィリアム・プリンスさんもそのファーストネーション、先住民の方の、うんうん、あの血を受け継いでる、まあ、だからこの方も、うんうん、先住民の方ですよね、うん、ね、そうですね、ね、ペグイスっていう、うん、ペグイスファーストネーションっていうあの部族、部族、ね、うん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 、初めて聞いたけどね、うん、大きい部族みたいですね。いくつもいくつもその部族の種類があるっていうね、うん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 、それもカナダの国ができる何百年も前からねずっと住んではる人たちだからね、うん、ねえ、ウィニペグって書いて、ね、うん、ノースオブウィニペグ、ウィニペグ、うんうん、マニトバ、マニトバのウィニペグっていうところにあるに住んではる先住民の方たちの、うん、あの一人、うんうん、みたいですね。ね。ね。もうほんと声がすごい深い声してます。いや、素敵な声でした、うんうん。なんかもう、ゴスペルとかも小さい時から歌ってらしたみたいで、うんうんうん、ね、あの。ほんともう、なんていうの、もうなんかスピリチュアルな声っていうのかな、本当、うん、なんか魂が震える感じの、そう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 、と魂で歌ってそう、うん、魂にとそう、ね、届きそうな声っていうのかな、うん、なんか、うん、あれもなんかあるよね、なんかね、あるあるある、ああいう何個か前にあのショッピングモールで、あのエチオピアの出身の方が、うん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 、まあ、その方もあのそういうクワイアで歌ってたっていう、自分はそのスピリチュアルな心で歌ってるっていう、ショッピングセンターずっと掃除しながらずっともうあの一緒、ね、歌ってはったけども、うん、その方の声もすごい素晴らしく素敵でしたけど、うん、このウィリアムさんの声も素敵だなと思って、うん、
ねえ、うん、からこうね、本当この部族のなんか方のなんか特有のなんか白人さんの声じゃないよね、なんかわかる、うん、白人さんの声でも黒人さんの声でもないっていうか、うんうん、とっても特殊なあの響きのある声だなと思って、うん、あのすごく魅力的だと思いました、ね、うん、曲はライトハウスっていう曲をお届けして、うんうん、あのまあそうですね、灯台ですね、うん、海にこう岬とかに立ってる、うん、あなたは私 のライトハウスですって、道しるべですっていう、そういうあの曲をお送りしました、うん、はい、はい、またこれは YouTube あったかな、あると思う、うん、ね、リンク貼っておこうと思います、はい、というわけでそんなとこですかね、そうですね、はい、今週もありがとうございました、はい、ありがとうございました。ポイント・オブ・ビュー。